よーし、出発だー。さーてと、世界は、なんか砂漠なんすけど、やべえ、眩しいわー。薬草片手に勇者やってます。不条によるゲーム実況ドラゴンクエスト8空と海と大地と呪われし姫君やっていきたいと思います。ということで前回、チャゴス王子のいるサザンビーク城で、チャゴス王子と一緒に、アルゴリザードを倒してくれというね、王家の儀式をするためにやってきました。王家の墓近くの家。いやー、まあいろいろやっていきたいですけど、まあさっさと終わらせましょう、任務をね。というわけで、第 5? ぐらいのボス戦になるのかな。まあ、対 VS アルゴリザードだったかな。では行きましょう。あれ?トカゲのエキスをつけないといけなかったけど、おい、部長、僕が預けたトカゲのエキスのことをすっかり忘れているだ。あれを使わないとトカゲどもに近づくことすらできないんだから、さっさと使ってくれよ、ということで、はい、じゃあ使って、でいきます。袋に入ってるかな。よし、トカゲの液使う。はい。かなりのトカゲ臭になったのかな。では入っていきたいと思います。で、早速倒していくのかな。いたし。一体目いたし。というわけで倒していきましょう。ああ、なるほど。そう、逃げられたが、こんな嫌なことはさっさと終わらせ、一刻も早く城へ帰りたいのだかな。そういえば、アルゴリザードはとても不病だから近づくときは後ろからそっとだ、と大王が言ってたな。どこいる?なるほどね。はい、というわけで、ちょっと時間かかりますが、歩いていきましょう。走ると逃げられるんだよ。これ、ダーって歩いて。はい、で、飛びかかります。ちょっと待って、今、向こう行っちゃってるし。くそー。で、普通の戦闘もあるからな。意外ときつい。シンクは。きついっすよ、マジか。ダメージだけはどうしようもないからな。さっさと倒したい。あ、でも後ろからちょっとでも走ったらダメなんですね。意外と知らなかった。で、デシカを回復させておく。全然回復は。安定で大丈夫なんで。いけるでしょう。ここは戦うオンリーで。よーし、倒したということで行きましょう。歩いてだな、歩いて。どこら辺まで歩かなきゃいけないの?まあ、いいや。ここも進みます。ここも進んで、近づく。後ろからね。あっ!くっそ。くっそ。ちょっとコントローラー倒しただけで。向こうめっちゃいる。ね。あ、まあ、いいや。ついでに倒せる感じだから行こう。これ難しいよ。よし。向こうの奥にもいるけど。OK。では、行きましょう。アルゴリザード。意外とね、きついかもしれないから、まあ、溜めてから行きましょうか。おやる、チャゴス。回復からというね。よし。さあ、戦闘体系を整えてから行きましょう。眠ってる分にはね、なぎ払いも食らわせられないから。HP どれくらいだったか全く覚えてないんだな。20ぐらいまで貯めまし、20ぐらいまで貯めたら余裕じゃないかな。まだ寝てる。大丈夫、大丈夫。OK でーす。よしよし、いいね。これは、ノーダメージでいけそうですね。意外と。まあ、これくらいで自分も聖剣好きでいこう。よしよし、で、聖剣好きで倒せれるんじゃない?あ、そうか、バイキルト乗らないんで聖剣好き。やば、すっかり忘れてたよ。
さあ目を覚まして、あーちょっと俊敏性が、爆裂拳でいいでしょう。それぞれ倒してくれないかな。うん、結構ダメージ通らないな。オッケー、さすがゼシカ。よし、爆裂拳いけ。よし、オッケーです。はい、というわけで1体目倒しました。無事にね。オッケー、経験値もうまいですからね。さあ、アルゴンハートを1個見つけましたが、アルゴリザードということで、これがアルゴンハート、これがアルゴンハートか。意外と小さなものだな。アルゴンハートも、景色は悪いが、見た目ほど強くなかったし、ここはもう、一つ、もっと大きいのが手に入るまで、アルゴンリザードを倒し続けるとするか、ふふん。ふんだ、言ってくれちゃってさ。自分はすぐ逃げ出したくせにさ。だって、行きましょう。あそこにいるやつは、確か木の実ですかな。これを、拾って、持ち上げたものを見せてみろ。おー、これがジョロの実か。確か大臣が言ってたのは、アルゴリザードは、この実が大好物だと。奴らはジョロの実の匂いで、に敏感で眠っていても目を覚ますとか。まあ、それだけ大好物というか。ということで、向こうにやっていかないといけない。さあ、運ぼう運ぼう。さあ、で、夜になるから早めに運びたいですけど。よし、いけるかな。で、あそこの手前でめっちゃ割らないといけないんですよ。そしたら来るっていうね。オッケー。匂いに釣られて、そっか、ダメだったのか。そう。もう一回やり直しじゃないですか。一回ムービー見てからか。なるほどね。やばいよ、夜になってくると結構めんどくさい敵がいっぱい出てくるからな。さあ行きましょう。無事に HP とか MP とかあんま削りたくないんですけどね。よし、一体ずつ集中して全身に力貯めないでください。よし、無事に破壊じゃない、倒しました。そうそう、レベルも上がるかなっていうやつも多いんで、主人公とかヤンガスとかゼシカが、そう、お前邪魔だよ、そこ飲んで。おい、邪魔だってば。邪魔すんなってば。もう最高、ここら辺運ぶのは余裕でいきたい。オッケーオッケー。さあ、夜になる前に倒したい。夜になったらアルゴリザードは結構姿を隠すんじゃなかった。さあ、めんどくさいぞ。戦闘面はね、ゆったりしてられないんで。こいつはテンション溜めてくるからそんな怖くないから。倒しきってほしいな。あ、倒せるか。よし、あと1体。オッケー、さあいけ。通常攻撃で倒せるはず。ヤンガス、オッケー。あ、ミスった。それ連打しすぎた。やばいやばい。ここら辺早送りだな、多分。もう、こういうミスしちゃいけないんだってばな。さあ行きましょう。まあ夜になっちゃう。今回ここで終わりかな。今日の分は。来た！カモン！よし、じゃあ倒します。多分ジェシカがまたラリフォーしてくれるんですぐ倒せると思います。よし、溜める。じゃあダメージ与えろよ。あんまり食らわないからな。無駄に過信はしない方がいいっす。眠らなかったのか、やばいぞ。うわぁ、食らうな、やっぱり。でも大丈夫、まだ。テンション50ぐらいまで溜めれば自分は大丈夫かな。まあ、攻撃する気はないという。よし、眠った。これで十分安心です。起こすなよ。起こしちゃダメでしょう、チョコは。ちょっとね。さあ、力を貯めて。あ、間違えた。攻撃にしちゃった。まるで連打しすぎはダメですね。あ、オッケーオッケー。でもラリホで眠らせたから。勝機はある。普通の殴りだからな。聖剣好きはあんまりか。また目覚まして、
眠らなかったし、やばい。でも大丈夫。ヤンガス相手なら大丈夫。そろそろ倒したいぞ。いけ、倒せ。まだか。ここは爆裂剣倒しましょう。テンション5ぐらいで。よーし、OK でーす。2体目。確か何体いたんだっけな ?3 体か4体くらいいたのかな。よし、アルゴンハートを見つけましたが、また、ちっちゃいと文句言いますね。大きなアルゴンハートを持ち帰りすれば父親たちも城の者たちもきっと僕を見直すはずだ。だから大きいやつが手に入るまで城へ帰るつもりはないからな。お前たちもしっかり戦うのだぞ。はい、ということで、ちょっと一旦、外に出て、王家の墓でしょ?王家の山か。外に出て一旦回復して次の日やっていきたいと思います。では、次の日になるまでカットします。では、カット!あれ?あそこいなかったっけ?あ、いるいる。あそこの上で寝ると。メーダ夫人を巣穴からアルゴリザードを呼び起こせということで、行きます。これで3体倒したことになるのかな?命ってよ。よーし、お前ち。さ、おびき寄せましょうか。確かここら辺に。で、起きる。よし。降りて。突撃!よーし。さあ、3匹目、行きましょう。そんなに強くはないかな。ダメージ与えようぜ、そこは。よし。眠らせてますね。まあ、主人公はのんびり力貯めて、いきます。まあ、普通に倒せるから大丈夫なんですけどね。アルゴリザードは、ねって感じで。起こさないでくれれば楽なんですけどね。よしよし、寝てる寝てる。50g 貯めよう。遅いな、バイキルト。さあさあさあ、で、ラスト行きましょうか。目を覚ましたところ悪いな。私の攻撃で倒れるんだ、あなたは。爆裂剣。よし、ラスト行きましょう。先に倒さないでね。オッケーオッケー。溜めた意味が全くなかったです。まあ、いや、レベル上がったから。何もしてねえな。よし、5ポイントのスキル。なかなか上げれないか。はい、ということで、アルゴンハートを見つけましたが、これもまたちっちゃいのかな。これもダメだ。こんな大きさじゃ父上たちは驚きもしないだろう。もっと、アルゴン、リザードがたくさん出てくれればそれだけ大きいのが手に入る確率も増えるだろうが、トカゲどもと起きたらこの僕に恐れをなして巣穴から出てきやしない。強すぎるというのも罪だな、ブッハッハー。本当におめでたい性格ね。この困ったちゃんの王子様とお別れできる日が待ち遠しいわ。しかし今日はもう疲れたな。おい御者、今日の狩りはおしまいにする。どこか開けた場所に案内しろ。疲れたから休みにするぞ。はい、というわけで、休みます。まさかね、これがミーティア姫だとは思わないよな、チャゴスも。さあ、一晩、ここで野宿するのかな。美女たちは山頂で一夜明かしたということで。はい、ということで、今回。ちょっと霧もいいので、ここで終わろうかな。
という前に何か起こるかな。あららららら、何してんの、何やってんだ、早く歩け、ご主人様を乗せて前に進むんだよ。そら、はいよー、はいよー、いい加減にしないか、暴れてないで言うことを聞けよ。おやめください王子、ミーティー、あ、いやいや、馬が嫌がっております。わしの馬は人乗せることに慣れておらんのです。やめんか、こら、今すぐわしの馬から降りろ、このスカポンタンが。うるさい、黙って見ておれ。くそ、鞭をくれてやらんとわからぬようだな、こいつめ、ということで。うわー、ひー、やめろー、ほら、暴れるな、やめてくれ、落ちる、落ちるって。まあそうなりますよね。くー、このれ、馬のしつけがなっていないようだな。人を乗せる作法ってものをこの僕がビシバシ仕込んでやる。ありがたく思えよ、暴れ馬め。待てい、またわしの馬を苦しめるつもりか。そんなことは絶対にさせん。どうしても気が済まぬというなら、馬でなくこのわしを撃てい。ふん、そんなに馬が大事か。ならば望み通り鞭をくれてやる。お尻を出して後ろ向け。兄貴、兄貴、ということで矢がつきました。すごい、速さで。底辺でガス、底辺でガスよ、兄貴。はあ、はあ、底辺でガスよ。足が気持ちよくの、あ、いやいや、鼻を摘みに行ってたら、なんと、影の下にとんでもなくでかい。やつでガス。おい、聞いたか、今のアルゴンリザードの鳴き声だぞ。気が変わった、馬のことはいい。今の鳴き声を確かめに行くぞ。はい、ということで、今回、一旦キリがいいので、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次のパートでお会いしましょう。では、さよなら。